どうもー、影やんです。今日は2021年5月26日水曜日、水曜日の朝の空、曇りですね。今日はどうなんでしょうか。天気予報見てないんでわかんないんですけども、これから晴れてきそうやといえば晴れてきそうですし、雨が降りそうやといえば雨が降りそうやし、どっちにでも傾きそうなこう天気かなというふうに思います。でいつものように、野菜見ていきます。唐辛子、こちらはね、僕はこう順調だなと思います。こう葉っぱがこうたくさんこういろいろこう生えて出てきている感じがこうあるかなというところです。そしてこれがきゅうりです。ちょっとこう、きゅうりなんか巻き出しましたね。これはいいんじゃないでしょうか。なんかちょっと光が出てきてるんでいい感じかなと思います。こちらもちょっとお花が咲いてですね、で葉っぱもこう生えてきているというところです。そしてこちら、ナスは、花がこう落ちちゃったんで、やっぱり雨とかね、そういういろんなものが降ってこう落ちちゃうことがあるんですけれども、そこをねこう無事にこう育っていくと、いよいよこうナスがこう大きくなって食べれる状態になるということですね。こちらもだから一回こう、花が落ちちゃったんでね、これからということになります。でこちら、きゅうりですね。これは、JA の直売所で買ったきゅうりなんですけども、いい感じでこう巻いていってる感じがあるんで、こっからでしょうね。ということで、今日は僕は、休日前なんで、まあ、お酒が飲めるということで、体調的にはねかなりバッチリかなというところでですね。ということで今日も張り切っていきましょう。どうもありがとうございます。